皆さんこんにちは、どうもドラヘイです。皆さん今日一日いかがお過ごしですか？僕は情報商材屋が一人消えてなくなる瞬間を見てるような気がします。それではね、今日の話題なんですけど、こちら池早先生が YouTube をやめるという動画についてです。先生の動画は約20分近くあるんですけど、僕がかいつまんで説明したいと思います。それではね、行っていきますと、実は池早先生 YouTube をついにやめないですって。タイトルで釣りって書いて、釣りではないって書いてあるんですけど、結局は釣りでね、 YouTube をやめないって言ってるんですよね。まあ、やめると言ってもね、その真剣に稼ぐためにはやめないそうなんですけど、趣味程度に情報発信しててちょぼちょぼやっていくそうなんです。今までみたいにがっつりはやらないそうなんです。以上です。それについてね、池谷先生はね、なんか稼げないだとか言ってますけど、稼げないとか、いろいろメンバーシップのコンテンツが割に合わないとかって言ってるんですけど、一言で言うと稼げないからやめるって言ってるんですよね。なんか不思議ですよね。別にね、 YouTube って稼ぐためにやるもんじゃなくて、楽しいからやるもんだと思うんですよね。僕もこうやって発信してるんですけど、楽しまないでやるっていうのはどうかなと思ってるんです。稼ぐ稼ぐって意識を向けすぎて、それでやるのが辛くなるのはなんか本末転倒だなっていう感じがしますね。池谷先生どうなんでしょうね。まあ20分近くのうち、だいたい17分ぐらいは稼げないからやめるっていうことを延々となんか いろんな言葉に言い換えてやってるぐらいなんで、僕の動画でね、最初の冒頭30秒でわかるぐらいでね、池谷先生は YouTube はやめませんっていうことをね、お伝えしたいと思います。これでね、池谷先生の動画を見なくてもね、僕の動画をさえ見ればね、あ、池谷先生結局 YouTube やめないのでっていうのがわかりますんで、それで終わりたいと思います。それでは皆さんごきげんようと言いたいところですが、まだ続きがありまして、池谷先生のね、その今後の予想なんですけども、池谷先生、ここ無職転生っていう言葉がありますよね。今後ね、どうなっていくかをね、まあ、簡単にまたこれも説明していきますとね、池谷先生ね、仮想通貨のアナリストになれそうですね。どうなんでしょうね、金融業界で働いたことのない人が仮想通貨についてな、そのアナリストになるっていうのはどうなんでしょうね。もっともね、銀行に働いてて、そこからなんか株式とかそういうのを経験してとか、実際に金融に触れてやってるアナリストさんならわかるんですけど、池谷先生って結局はどこでしたっけ、東京の会社に3年も勤められなくて結局コーチを移っただけのブロガーさんなんで、そういったことに対しては全くの素人じゃないんですかね。確かに先行して金融、仮想通貨をやってるとは言えるんですけど、果たして金融のプロが仮想通貨でもない、仮想通貨っていうまだできたばっかりのものに対してアナリストというポジションを取っていいのかっていうのが僕は疑問に思いました。っていうことはね、海外にはそういうアナリストとか、なんかその仮想通貨の専門家みたいなのはいるらしいんですけど、なんかそういうブロックチェーンとかの技術開発をしてる人らが専門家っていうのであって、決してね、そのマネタイズとかそれで投資の先駆者になるっていうのは日本ではまだまだね、やってないと思うんですよね。どうなんでしょう。そこでね、もう一つ、二つ目、もう一つあるんです。もう一つはね、池谷先生のね、動画が、で、その仮想通貨の専門家になるということなんですけど、結局はね、なんかね、YouTube が儲からないっていうのが、ね、大きな原因だったんです。だって2つともやればいいじゃないですか。 YouTube やりながら仮想通貨の専門家 やればいいのに、なんでやらないかっていうと、やれないんじゃないかっていうのが大きく疑問というか僕の予想でありまして、なぜかというと、池谷先生ね、そのね、 YouTube のコメントとかね、最近非表示にしてるんです。評価とかも非表示にしてまして、なんかね、だいぶあんまり動画としての質がよろしくないっていうか、評価がよろしくない方向にいってるのかなっていうふうに思いますね。そうなるとね、なかなかうまくできないっていうのもありますし、次にですね、もしかしたら僕の予想では YouTube の広告は流れますけど、収益ができないっていうのが一つ考えられます。そういった意味で YouTube の稼ぎができない
って言ってる可能性もなきにしもあらずだと思うんです。だからね、 YouTube をやめて仮想通貨に専念するって言ってますけど、実際は YouTube で稼げないっていうか、マネタイズできないことが裏にあるんじゃないかっていう可能性が出てくると思うんです。やっぱ評価が低い動画にはやっぱ広告収入はつきにくいと思いますし、それにね、やっぱコメントを消してるって時点でなんか評価がおかしいんじゃないかっていう、なんか人に見せたくない評価がついてるっていう可能性がやっぱり拭えされないのことがわかりますよね。そういった意味でね、 YouTube はやめて仮想通貨にの専門家として行こうと思ってるんですけど、さあどうなることなんでしょうね。そこでね、もう一つじゃなくてね、別の話題に振るんですけど、木谷先生の本ですね、通貨ハゲさんという人がねレビューをしてくださったので、心を読んでみますとね、ちなみに通貨ハゲさんって、今度3月いつやったかな、エデンというイベントバーで店長をやるそうなので、ぜひ行ってあげてください。海の話、海の仕事、船員さんの話が聞けるそうなので、ぜひね、それを見ながら聞きながらこの話題を振ってあげると喜ぶんじゃないかと思います。話題はね、嘘と妄想で固められた有害図書、悪い大人にお金を騙し取られない全識知識っていうのをね、まあ購入したそうなんですけど、表紙から後書き場から何から何まで嘘と妄想の文章ばかり、感情がなければ最後まで読めません。最後のオチを言いくことで言ったつもりだが、プロダクトローンチに出てくる情報商材ともとも何も変わりがないということだそうです。地獄の閻魔大王は池田隼人先生を裁くね、この悪い大人にお金を騙し取られない全知識は大変役に立つでしょうっていうことです。まあね、だいたい書いてあることは自分、池林先生がやってきたことの自虐ネタらしいっていうのがよくわかりますね。自分じゃやっちゃいけませんよっていうことにまさにやってるっていうこともありますね。そしてね、やれやれ詐欺の池林先生、こっちは原田英水さんっていうブログのやつからちょっと引用させていくんですけど、何かと話題の池林、高知に移住してからあんなこといいな、できたらいいなと次から次へ発信している割にそれらが全く実現しないため、ドラえもんのいない伸びたい状態になっていますと。で、池谷最新に対してやれやれ詐欺になってないっていうことで、皆さんここからは池谷先生のやれやれ詐欺について振り返っていきましょう。やれやれ詐欺いっぱいあります。温泉を掘る、ゆず園の継承、池谷農園事業、発酵研究所、昆虫食ベンチャー、池谷モータース、お寺を作って出世したい、漫画原作、本屋、サドベリースクール、観光業、養蜂、陶芸メディアもうむせるようなもうことばっかりですね。温泉を掘るって言ってるんですけど、まず温泉を掘るところから言いましてね、池谷先生なんかいろいろ言ってるんですけど、結局はリアルな土地系はどうしても時間かかるんですよね。土地取得のハードルが高いんですよ。田舎なのになんで土地取得のハードルが高いって決めつけるのかなって、なんかそれは違うよなとは僕は思うんですよね。そんだけ信用されてないから土地を取得できないっていう可能性が大ですよね。ゆず園の継承は、ゆず園を継承したにもかかわらずこんな枯らしてしまうような茶畑ですけど、これゆず園とか茶畑でこんなに枯らしてしまう状態なんですね。これですよ、これ。こんな枯らしてしまう状態になってて、こそ何のためにゆず園継承する、農業してもダメだし、発酵研究所もダメだし、昆虫食もダメだし、モータースって先生車も何も使えんでしょうって、乗ることだけしかできないでしょ。お寺を作って出世したいって、こんなんやっても意味ないでしょう。まあ坊さんにするなら、ハスのハンチング帽を脱ぐ必要があるっていうことがですね、無理かなと思うんですけど、ほんで本屋さんもなんかそんな本屋さんとかなあって、サドベリースクールとかそんなわけわからん作っても田舎の人は飛びつかないですし、観光業っつったってね、そんな一人で何でもやろうっていうのはもちろんダメだ。観光っていうのはね、やっぱ飲食がかか、あのその何って言ったらいいかな、食べる、楽しむ、
泊まるっていう3つをうまく回していかないとやれない職業っていうか、あの観光業っていうのはそういう業種なので、なんかね、いろいろ回れるところを一人で作ろうっていうのははっきり言って無理なんです。でなんか僕もちょっとあの仕事でお手伝いさせてもらったところがあるんですけど、やっぱり一人で何でもしようっていうのはちょっと観光業では無理な話なんです。それはね、池谷先生ちょっと世間知らずなところがあるかなっていうふうに思います。養蜂もやれましたね。陶芸メディア、よくわからない。山の託児所、山の託児所なんか行ったって、ね、その保育資格がない人がね、やってもどうなるのかなって。育児を楽にする野菜定期便、これもやるやる詐欺です。最新のゲーム機を置く。別にゲーム機なんか田舎に置いてもどうなんかなとは思いますけどね。逆に田舎にしかないコンテンツを出すなら、なんかイカダくだりとか、なんか山村体験とかって、そこら辺ならわかるんですけど、ゲーム機置いてもなんかしょうもないなって思うんですよね。子供博物館、仮想通貨ベースの健康保険。いや、健康保険業とか保険業やったことない人がそんなんやってやっちゃダメでしょうって話。池谷保険ってその詐欺に引っかからないための保険なんかっていう話です。ファイナンスってなんだよって。トークサイズなんて勇者は面白いじゃないんだなと。トークン化できるし、ファイナンスやりたいな。そんなね、見ず知らずの仮想通貨の、ね、踊らされてる人がやるようなファイナンスにやるかっていう、ファンドもやるかって。アプリ開発はやってたんだけど、あれでしょ、結局未払い問題で終わったでしょ。あらららららら、結局ね、これ未払いで終わったでしょって。レイホックインを作るもやってないでしょ。音声ボットも作れないでしょ、あなたって感じですよ。自分で作ったり、僕はね、LINE でチャットボット作るぐらいはできますよ、頑張れば。でも池谷先生やらないでしょ。家を建てたそうですね、これは。建てたそうですけど、周りから結局ゴミ屋敷扱いされた前の家とそう変わらんでしょって話は、家建ててもいい綺麗にしなきゃ意味ないですもん。ねえ、この家建てたとか、ゆず園はぐっちゃぐちゃやし、イケアランドですよ、こんなイケアランド。とね、ここまで見てきましたけど、皆さん、この人らにね、お金を騙し取られないように、最初の前半10分で、最初の前半30秒だけでいいので、池谷先生は結局ね、釣りしかできなくて、オワコンしか言うことができない人なんでね、なんかね、それにね、騙されてね、なんか、私も池谷先生みたいになるんだっていうんじゃなくて、池谷先生と違う生き方をしようっていうのを、まず認識してほしいんです。一番大事なのは、やっぱり目の前にある仕事を一生懸命こなして、それで何か気づきとか得ることなんですよ。気づきとか発見とか報酬、もちろん人対人とのやり取り、お金対お金のやり取りをしてからじゃないと、やっぱり身につくものも身につかないんで、そんな画面越しに見ず知らずの人の意見を聞くっていうよりかは、その人と人とが接することで生まれることにより価値が出るでじゃないと思います。僕はこうやって YouTube を通して見てくれる方に何かしらの、ね、気づきを得てほしいなと思って発信してるんですけど、池谷先生はね、その画面越しに無数の人に無価値なものを送りつけてるだけなんで、そこだけは気づいてほしいなっていうふうに思います。やっぱ人と人とのね、やり取りはね、生じゃないとわからないものもありますし、池谷先生みたいに何かを不安を煽ってるんですよね。不安を煽ってね、やるような商売は、何々はオワコンです、何々は終わりますとかって言ってるような人とは付き合うべきではないと僕は思います。それでは皆さん、いい一日を過ごせることを祈っております。ごきげんよう、さようなら。